ホロスターズ。さあ今日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。イエーイ。あれなんか肩にいるな、てんちゃん。いやいいでしょ、連れてきたって別に。やばれ、ひやちゃん来てるね。こっち見て。やだなんでたまには連れてきてもいいでしょう。まあね、いいんだね、ここ連れてきちゃってね。ひやまるちゃんでも寂しそうだったからさ。まあ毎回お家で留守番だもんな、うん、あ、そうなんだ。そうだよ、留守番できちゃうの、ひやまるちゃん。留守番できちゃうよ。ご飯作っといてくれるから、ご飯作ってくれるの。何でもできるよ。そうなんだ。そうだよ、やばいな、最強だからね。さすがひやまるじゃないですか。なるほどね。まあそんなわけで今日はね、じゃあひやまるちゃんを合わせて4人で進行していきましょうかね。はい、お願いします。お願いします。てなわけで本日の企画は動物園リモート遠足、わちゃスター飼育員センス診断。何それちゃったけど、リモート遠足、何ですかそれは。リモート遠足、そう、みんな動物好き。え、何、動物、動物好き。動物は好きだよ、もちろん。好きだよ。ひやまるちゃん以外の動物も好き。てんちゃんは。いやもう、まあ、うん。え、犬とか猫とかどっち派。あ、まあ、まあ、ちょっと犬派ですね。猫の方はちょっとアレルギーが。あ、アレルギーあるんだ。アレルギーがある。あ、実は僕も猫がね、アレルギーなんです。やっぱりね。あ、そうなんだ。そう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 。ちなみにじゃあそう、アレルギーがなかったとしても犬派？アレルギーがなかったら猫派。分かる分かる分かる。だから僕アレルギーと戦いながら猫と触ってるからね。あ、なるほどね。そうそうそう、猫と触ってる。猫と触り合ってる。触ったり、そうそう。なるほどね。くしゃみしながら。でも動物園リモート遠足っていうことを僕読んで、ひやまる今日連れてきてるから、実はね。あ、なるほど。そう予測して。予知能力ね。そう、ひやまるは何でも知ってるのね。はいはい。だからひやまるにさえ聞ければ、あのもう多分今日どんなクイズ出るか分かんないけど、ひやまるは動物語全部いける。まだクイズやるとか言ってないんで、うん、先読みしてもらうのやめてもらえますか。あれ、あ、だってかな。だって飼育員センスが診断されるわけでしょ。分かんないじゃないか、まだこれ。分かんないけど、分かんないから。どういう風な面倒の見方をするとか。まあね、でしょ。まあその辺ちょっと説明していきましょうか。あ、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あのね、今日はね、先読みごめんなさい、はい、まあ動物園リモートということで、楽しみなんだけど。なんと東武動物公園さんと中継を結び、すごい。リモート遠足をしに行こうという企画なんです。あの東武動物公園。すごい。え、僕一回行ったことあるからね。マジで行ったことある。でね、現地の飼育員さんたちから、俺たちワチャスタメンバーが飼育員のセンスがあるのかクイズを出してます。はい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 、はい、ここでクイズね。ここでクイズ出てくる。やっぱね、そりゃそうよ、まあ、センスですからね。まあ、でも、まあ、僕がなるべく答えるようにすれば、ちょっとひやまるに聞いたらチートだから。だからよ、そうだよ、ひやちゃんに聞いたらね、もうひやちゃんだって動物界のキングみたいなもんですよ、ね、教えてもらっちゃダメだからね、これ。みやみも知ってるかな、今背中にキョムスズメ連れてるの。いや、僕今憑依されてるからね。この辺にいるんだけど、分かるかな。いや、まあ多分正直者にしか見えないんで、まあ僕も見えないんですけど。あ、じゃあ誰も見えないわ。じゃあ誰も見えない。僕も見えないんですけど。見えないのか。多分この辺にいるんだな。はい。まあまあまあ、そんなわけでね、今ね、そしてね、動物園から中継をしてくださる方がいるんですよ。いや、すごいね。はい。じゃあちょっと中継つながってるのかな。中継先の方にちょっとじゃあ声かけてみましょう。はい。小沢さん。どうも、動物大好き芸人のアントワネット小沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、すごい、アントワネット小沢さん、ちょっと自己紹介お願いしていいですか。はい、私ですね、動物が好きすぎてですね、都内の動物園などの、まあ、年間パスポートなんか持ってまして。すげえ。すごいな。あと、まあ、動物にまつわるライブも、たくさんやらせていただいてます。動物にまつわるライブ、へえ、そういうライブがあるんだね、はい、あります。もう専門家なんですね。動物好きの芸人を集めてやってますね。そういうことですよね。もうプロフェッショナルとエキスパート、もう今日は任せてください。あら、はい、では楽しみだな。お願いします。よろしくお願いします。今日はぜひともよろしくお願いします。はい、てなわけで、まあ、動物クイズということですが、はい、どんな感じでやっていくんでしょう。いや、今日ですね、はい、まあ、こちら東武動物公園さんの中をですね、はい、こう巡りまして、はい、たくさんの動物を見ながら、まあ、クイズを出していきたいなということになっております。なるほど、めっちゃ楽しいですね、はい、もうすでに後ろにもういますよね。そうなんですよ。何ですか。ちょっとあの中継つながった途端にあのシマウマがちょっと散ってしまったんですけども察知してしまったかな。はい、いるんですよ、シマウマさん。こちらってことは第一問ってシマウマに関するクイズそういう、あ、そう、はい、そういうこと。そういうことなんですね。すごい、いや、もう最初からセンスを考えるのか。すごいですね。そうなんですよ、シマウマにまつわる問題でございます。シマウマか、シマウマか。じゃあ早速ですけれど進めていきますか。はい、シャオソーさん、では早速、はい、シマウマのクイズよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。あのシマウマ、はい、鳴き声は何でしょう。鳴き声、鳴き声。でもさ、馬の鳴き声って言ったら大体あれなんじゃない。馬の鳴き声はあれだよね、うん、あ
みたいな、それはそう、割とクオリティ高いのだしさ、ヒヒーみたいな、ね、感じだけど、ね、ただそれがシマウマで、実際シマウマだぜ、馬とシマウマを完全に一緒のものと思ってしまってはいけないんじゃないの。いや、まあ、いやでも一緒でしょ。そんな簡単な問題がここに出てくるそうだよとは僕思えないんだけど、ヒヤマルちゃんもちょっとさ呆れた顔してるぞ今。いやヒヤマルはもう、ヒヤマルはどうやってなってる、 お前ちょっとやるやんみたいな、お前ちょっと馬うまいじゃんみたいな馬うまいじゃん、馬の鳴き真似ちょっとうまいじゃんみたいな顔してくれてる、はいはいはい、あ、なるほどね。じゃあちょっとさ、順番に一応じゃあ答えていきます、はい、とりあえず、okay. じゃあまあ今やったてんちゃんちょっともう一回、あ、僕ね、うん、答えてもらおうかな。僕のじゃあ、うん、泣き声こんな感じでやったと思います。うまいんだけどちょっとうまいんだけどなるほどね、これですね。いや、もうなんか意外 なんか 得意技みたいなのが出てしまいましたけれども、はい、じゃあちょっと雅の方はどうかな。僕はね、なんか割となんか母風とか語風とかそういう感じなのかなと思ってて、はいはい、じゃあそれ死にかけの雅なのよ、それはそれは首を絞められてる雅なの、それはなんかちょっとこう目に近いけど、目に近いけどちょっと、あ、それさ鼻先で漏れにいるやつでしょあいないかもしれない、はい、そういう感じね、うんみたいなね、わかりました、はい、あの喉気をつけて、はい、はい、そういう感じかなって。なるほど、じゃあ俺ね次、うん、俺はでもやっぱりまだねシマウマでしょ、シマウマプロみたいなじゃないな。あーうまいうまい、まあ、でもそっ、ね、一番近いかもしれない、声出さない感じの、あ、確かに、うん、そう、ちょっとうなりみたいなのじゃないかなっていうふうに、ね、ということで答え出揃いましたけれども斉藤さん、どうでしょう我々の答えは。それじゃあ正解を発表したいと思います、はい、お願いします。シマウマの鳴き声はワンワンでした。ワンワン、犬、それ、これは、これごめんなさい、ボケですかこれ。いや、これは違いました、本当に。ちょっとなんかお笑い芸人さんだって言ってたから、ちょっとあの、ね、僕たちも突っ込まなきゃいけないのかなと、そんな技術ないから。いやいや、かましたのか、ボケじゃないんですよ。これは本当な、ワンワンなんですね、犬なんですね。ややこしいですね、芸人が出題してるから。あ、そう。いや、でも、いや実は、ワンワン。甲高い声でワン。ワンワン泣くんです。なるほどね。そういった感じでございまして、せっかくですから、ちょっと聞いてみますか。お、聞けるんですか。そんなちょっとよくそんな神タイプ耳を澄まして、じゃあちょっと静かにしてみて、はい、みんなで耳を澄まそう、はい、いや全然聞こえない全く泣かんじゃんねえ、あれ、そちら聞こえませんでした。今泣いてました。キュンって言わなかった今。いや、こちらではあのすごい鳥のさえずりが聞こえてました。鳥じゃねえか。鳥のさえずりはめちゃくちゃ聞こえてた。すごいチュンチュンしてます。すいません、シマウマちょっとですね、泣かないということで。そうですよね。なかなかやっぱりめったには見れないみたいですね。やっぱそうですよね。泣かぬならいくら動物園で待とうグラントシマウマということで。なるほど。さすが。かっこいい、かっこいい。わかりました。ということで、第1問目我々的にはおそらく正解者はなしということで。誰も正解はいないでしょう。ワンワンは。でもポイント制にしようよ。何ポイント制って。僕が声高かったから甲高い声でワンなら僕じゃない。いや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 、待てねえ、そんなこと言ったらさ、もうみんな割とそんなこと言ったらね、この後何でもありのバトルロイヤルになってしまうからじゃあいいよ、これはちょっと正解してやろうぜ、ね、ドローだ、ドローということで怖、はい、えな、この勝ちにこだわる騎士、怖いわマジで。じゃあ次行こう、はい、じゃあちょっとじゃあ次のスポットに向かっていただいてよろしいですか。はい、はい、もう今、見せましたところから、はい、半歩で着きました。あ、本当に、はい、もうすぐ横にいるのかな。横にあるそこにいらっしゃる動物は何ですか。キリンです。キリンさん、キリンさんにまつわる問題を出させていただきたいと思います。キリンなら俺勝てるよ。いや、マジ正直そんなんか理由ある。え、だって俺角ついてるもん。ああ角つながり、そう、キリンって角あったっけ。あるよ、このなんかさ、いるじゃん、まあ、人参みたいなね。そうそうそう、魔界のキリンはあるのかもしれない。魔界のキリンはどっちかっていうとなんとかハンターに出てくるやつだけどでも普通にいるか、うん、そうそう、なんかあったか角ね。あるある、なんか角っぽいの。まあそれで言うと僕結構勝ち筋あるよ。なんで。色が同じだから。色がどこがだよ。黄色、黄色、イメージカラーの黄色がやっぱ。騎士王テーマはキリン柄だったんだね。そうなるほど。僕は正直ちょっとね、あの住人にキリンがいないので。あ、じゃあもう無理だね。無理かもしれないですけど、まあでもシンパチーはあるんで。シンパチーがね。シンパチーが。じゃあとりあえず問題出していただきましょうか。はい、お願いします。第2問お願いします。では問題です。はい、生まれたてのキリンは、はい、私アントワネット小沢より大きいか小さいか。ちなみにごめんなさい、聞いてもいいですか、身長とか。
はい、私ですね、はい、161cm です。161cm より大きいか小さいか。いやー、はい、でもなんかこの子こういう問題出すからには平均身長だよねきっとね。だから、まあ、明らかにちっちゃいか明らかにでっかいかのどっちかだよねきっと。でも元がでっかいからね、キリンはね。ちょっとお聞きしたいんですけど、そのキリンって大人のキリンってどれぐらい大きいとかって分かりますか？はい、いい質問だ。あーでもそれ言っちゃうとね、もしかしたら逆算できちゃうかもしれないですね。あ、逆算できちゃうんだ。まあ、でもね、木と同じぐらい。まあ想像すると大きいわけですよ。まあ、でも4メートルぐらいじゃない？キリンってそんなないかな、うん、でもさ、どうなんだろう。でも信号機ぐらいはあるんじゃない？だって、うん、オーガの倍でしょ大体多分。あーでも確かにそれぐらいかもしれない。オーガの倍って相当高いよ。確かにね。ちなみにオーガさんはどれぐらい？俺は2メートル、193センチですね、確か。だから2かな、192か3か。だからほぼ4メートルだよ、うん、2メートルだとして倍にしたら4メートル、うん、ほぼ4メートル。まあでも確かになんか動物の声聞こえないわ。なんか聞こえるね。まあとにかくこれはあの野生のカラスです。あ、カラスね、動物関係ないですね。カラスか。なるほど。ちょっとあ、じゃあそうだな。じゃあちょっとまあ答えていこっか。はい、なんかいろいろ探ってるてんちゃんから答えてもらったら。じゃあ、 まあ僕からいきますか。お願いします。僕はね、まあ、やっぱりね、まあ、人間よりは赤ちゃんだったらまあ小さいかなと。ほう、もっと言ったらもう50センチぐらいなんじゃないかなって思う。50センチか。そっから急成長するんだね。もうガンガンちっちゃいところからめちゃくちゃ一気にでかくなるみたいな、はいはい、急成長してること、成長のこのもう幅がすごいみたいなね、そんな感じかなと思ってます、はいはいはい、なるほどね。まあ、でも今回確か2択だからね。そう、まあ、大きか小さいかな。そうそう、絶対ポイント入ると思うんで。センチまで当てよう。じゃあちょっとセンチはちょっと厳しい。答え差だろう。まあ、とにかくじゃあ次俺行かせてもらおうかな。はい、はい、じゃあてんちゃんがちっちゃいって言ったのもあるし、うん、まあ俺はでかいんじゃないかな。あ、要するにやっぱ首はさ長い状態で、まあ、それは思ったよ。あんまりその成長で、ね、全長だもんね。そう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 、首とかめちゃくちゃ長くなりすぎたらなんかそれこそ途中でね、折れちゃいそうで怖いじゃない。あー、わかんないけど。そうか、確かにね。そう、だから最初から首とかある程度長いんじゃないかなっていうところを加味して、俺はだいたい最初から2メートルぐらいあるんじゃないかなと。はいはいはい、2メートルね。そう、そんな思いました。確かに確かに、でもそうだね、はい、オーガが生まれてくるくらいだよね、2メートルってね。俺がね、俺がぐるってやめろや、そのさ具体的なイメージ出すの。出てくるんだ、ぬめぬめ状態、ぬめぬめ状態で。そうそう、生まれちゃったよ。いや、そういうみやびはどうなの。じゃあ僕もね、実はこれは大きいかなと思っていて、身長的には多分僕と同じぐらい180か70ぐらいで生まれてくるんじゃないかなって思っていて。なるほど。なんかテレビで見たんだよな、なんか逆関節。おいおい、ずるずるだろそれは。逆関節かなんかでさ、こうキリンがこう足締まった状態からニュルって出てきて、はいはい、でこうね、こうたこっちプロ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 って言いながら。え、それヤギじゃないの？それバンビかもしれん。まあでもね、でも足長いし、同じようなもんか、まあね、足長いし首長いってなってくると。これで小さかったら僕の一人勝ちってわけね。そうだよ、そういうことよ。よし、じゃあ回答の方聞きましょう。じゃあ小沢さん、答えをお願いします。はい、はい、正解は、うん、生まれたてのキリンは僕アントネット小沢より大きい。マジか。よっしゃー、やったー。ちなみに何センチとか何メートルかなんですか？こちら東武動物公園さんで、うん、はい、今年生まれたキリンの赤ちゃんは生まれた時190センチ。近くあるんだ。じゃあ、半々ぐらいじゃない？じゃあ結局俺が生まれてきたみたいなイメージになる。そうそうそう、王が生まれてきちゃったぐらいかな。そうなんですよ、思いっきり当たってましたね。なるほどね。オンギャーってことで。ちなみにちょっと、せっかくなので、はい、その赤ちゃん見ていただきたいと思います。こちらで見れるんですか？あ、なるほどね。おー、なんか可愛い。大きさのクイズなんですけれども、はい、だいぶ遠近感でわからないと思います、僕との比較。あ、そうですね。まあまあ、それはわかんないですけど、まあまあまあ、でもなんとなく可愛いなっていう感じはするね。赤ちゃんはね、可愛いからね。お前見たことあるか、ヒヤマルは。お前は、ね、あ、2メートルの赤ちゃん見たことあるか。お前見たことあるか。どうした？チュッチュッ。あれ、そんな声、そんな声で泣かないだろう。熱臓やめてもらってもいいですか、本当に。キュッ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 。というわけで、ポイントとしては俺とミヤピが1ポイントずつということで、じゃあ3問目もいっちゃおうかな。はい、じゃあちょっと移動しますか。はい、お願いします。お願いします。キリンとシマウマ、
そうが今来たんだよね。そうで、おそらくめっちゃ場所近かったらしいんだけど、次ちょっと移動するということで、もしかしたら全然違うジャンルの動物が来ちゃうかもね。あ、キリン、シマウマが来てるわけだからな、そろそろなんか海の動物とかね来ちゃうかもしれない。海の動物来ちゃう、海の動物来ちゃうかも。水族館じゃないんだぞ。ワニとかね。ワニ、そうそう、ワニとか、ワニは海じゃない気がするけどね。 川のねそれこそフェネックとか来ちゃうかもしれないしな。なるほどね。カワウソとか、カワウソあるかもしれんよ。カバとかね、ちょっとヒヤマルに近いような存在のね。あ、ヒヤちゃん試されるかもしれない、これは。はい、では、中継の方また準備できたということなんで、もう、次の問題行ってみましょう。小沢さん、はい、するかな。私、お、こちらにやってまいりました。そちらは、何がいるんだ。なんだこれ、なんか、広いね。ちょっと今動き回ってるので、はい、おりませんが、ホワイトタイガーです。ホワイトタイガー、ホワイトタイガー、ほら、あー、いた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 、見える見える、見える見える、あ、すごい、ホワイトタイガーでございます。強そう、強そういるいる、近づいてきてるよ、ほら。めちゃくちゃよく見てる、めっちゃ見てる、すごい迫力です。確かに、なんかちょっと警戒してるみたいな。こんな寄ってくれるんですか。ねえ、どうも、こんにちは、かわいいな。ひやまるちゃんとちょっと見つめ合ってんじゃないのかな。そうそう、今威嚇しちゃってる。ホワイトタイガーなんですけれども、はい、早速問題出してもよろしいでしょうか。大丈夫です、大丈夫ですよ。それでは問題です。ホワイトタイガーの肉球の色は何色？肉球の色？はぁ？肉球の色？あれ、猫飼ってたんだっけ？僕は猫飼ってるよ。猫の色は何色なの？肉、言っちゃダメでしょ、それは。なんで猫の色が何色かは大事じゃん。でも猫の色はピンクだったり、まあ、たまにちょっと黒だったりとか。あ、黒とかピンクなんだ。そう、そうそうそう。でも、あのホワイトタイガーとかって、そのなんかその白系のやつってさ、その色素がさ、そうだね、白くなっちゃってるやつなんだよ。でも犬は黒だからね。そうね、そう、ちょっとマジでちょっと分厚い肉球みたいな。ちなみにひやまるちゃんは肉球あんの？ひやまるちゃんは肉球ある。何色なの？ひやまるちゃんの肉球はもう誰も知らないから。あ、そうなんだ。誰も知らない色だから。こう自分だけ探り入れて、こっちにはヒントを与えない。ずるいじゃねえか。ほら、ほら、ほら、ほら。え、でも僕はもうちょっと結論出てるわ。出てる？出てる、出てる。今ちょっと見えなかった、ちなみに。だってめっちゃ歩いてるんだよ。めちゃくちゃ歩いてる。めっちゃ歩いてる。こんだけ歩いてて。ピンクな、ね、ね、同じ猫だとしたらな。まあ猫かってところは確かにヒントかもしれないな。ちょっと見せてもらうことは。皆さん、はい、あの虎さんですね、はい、あの背後から襲ってくるというあの習性ありますんで、はい、結構僕はビビってます。あ、もう早く早くしろってことですね。だからなあ、まあまあ、だから僕たちも背後に襲われるんで。ものすごいうろうろされてるんで、はい、美味しそうってことかな。あ、もう食べられそうなんだね。じゃあちょっと早めに答えてあげましょうか。じゃあてんちゃんどうなの？僕から行かせていただきます、はい、僕の結論なんですけれども、はいはい、白だと思います。お、色素全体的にホワイト、もう全部白。はあ、もうあれもなんかそのちょっと黒く見えてるその線とかも、うんうん、あの実は根元は白みたいなね。はいはい、全て逆に、ね、うん、ホワイトだから。いや、その考え甘いと思うな。じゃあどうぞ。そういうなら俺の答えはね、はいはいはい、黒だね。あ、黒。なぜならば、なぜなら、なんか大型動物の肉球って黒ずんでるイメージあるから、うん、ちょっとこういろんなとこ歩いてるからね。クマの足とかさ、うん、見たことあるんだけど、はいはいはい、クマとか真っ黒だったから。やっぱクマはだって 黒いじゃん。いやいやいや、そこじゃないのよ。北極熊とか考えて、あの辺も黒だよ多分。 あの辺黒なの？おそらく。確かに言われてみればそうかもしれない。北極熊が黒だったらもうじゃあ無理じゃん。そういうことよ。いや、そんなことない。ということで、俺は黒です。白、黒。そして、みやびは？まあ僕、動物で飼われてるっていうのがやっぱり大事で、はあ、野生のタイガーもしかしたら黒かもしれないけど、動物園に飼われているのは、うん、僕ピンクかもしれない、マジで。 あ、でもみんな色か、分かれていいね。ピンクね、ピンクね、ピンク。まあ、でも俺もね、2択でちょっと迷った。猫科だしピンクなんじゃないかっていうのと、そう、めっちゃ可愛くない？なんかこうやったらピンクなの。そう、すごい可愛い。可愛いと思う。そう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 。じゃあ出揃えましたんで、答え出揃えました、はい、さて実際のお答えはどうでしょうか。お願いします。はい、はい、正解は、はい、ピンク色です。おーい、みやびがあと2ポイント。おかしいだろこれ。強いね。いや、でも聞いてただろ事前に。聞いてないね。めっちゃなんか足が動いてて可愛い。そんな正解できるんか、ね、見れるのかな。でも動物園でピンクのちょっと見てみますか。見れるのかな。あ、来た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 。え、本当に見せてくれるんですか。あ、いいんですか。え、見せて。
見せてガラス越しでもすごい怖い。なんか見えてるような見えてるような。ここあれだけ間近にいたらね。でもその2球見るためにはやっぱりそう、もう小沢さんにその檻の中入ってもらって、もう、そうだな、襲撃 されてもらうぐらいね、雨が見されたりとかして、東武動物公園に来ていただくしかない、うん、ということですね。なるほどね。まあでも実際ピンク色ですか、そこで見てたら。そうですね。でも綺麗なピンク色してますね。裏見たらピンクが見えるかもね、これ歩いてるところ。だから野生でもピンク色なんですか。あ、野生でもピンク色だそうです。そうなんだ。ってことはみやび不正解だね。違ったろ、ピンク当てたら違うって話しちゃったからな。違うだろ、ピンク当てたから。というわけで、まあ、今回はみやび正解で許してあげよう。やったー、ありがとう。許しますよ。あらあらあら、てんちゃんさっきからいろいろ探り入れてるくせにゼロポじゃないですか。いや、これはちょっと回答する順番が悪いわ。ほん、じゃあ次最後でいいよ。ちょっと今次最後でいかせて。というわけで、じゃあ次のところに向かっていただけますか、小沢さん。はい、わかりました。次なんだろう。次なんだろうね。めっちゃなんか楽しそうだよな、もう、ね、ずっと見てたよその中継を。でもさ、これは可愛かったな、なんか近くに来てくれて。やっぱでも日山ちゃんいたからじゃない。やっぱそうだね、惹かれるものがあったんだな。うまそうだなつって、あの小僧、違う、あいつなんだって。日山負けないから、ホワイトタイガーに。キュッ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 、ホワイトタイガーの振り下ろしを片手で止めるから。そう、はい、では次の場所を準備できたということで、またじゃあ映像出してもらいましょう。小沢さん、はいはい、ここはなんだ、ちょっと緑があります。続いての動物はこちらです。お、なんだ、ラクダ、ラクダ、いる、ラクダいる、いる、いる、ほんとだ、見える、キャメルですね。キャメル、ラクダいますよ。キャメルですね。コブがちゃんと2つ、ちょっと逆光なんで僕はすごく神々しいラクダに見えてます。なんか確かに逆光だわ、すごいな。ね、でもコブ2個なんだね。コブ2個。そうですね、これは2コブラクダ。あのね、あ、3つあるコブもある。幽谷キャメルはちょっとあれはちょっと異世界の動物なんで。あ、そうか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 、はい、かわいい。普通のキャメルはそうだね、2個だったら、ね、ラクダに乗りたい。じゃあ2コブラクダの問題ですね、今回は。はい、はい、そうです。じゃあちょっと問題出していただきましょうか。はい、はい、ということで問題です。はい、ラクダは体のある一部を使った特技があります。特技、それは何でしょう。え、それは特技を答える感じですか。その体の一部ではなく特技を答える。体の一部を使った何かなので、はい、全部答える。まあ、どこを、何々がどうなる。ああ、なるほどね。あ、どっちも答えなきゃいけない。これいけるわ。なるほど、いける。ラクダといったらね、やっぱコブがやっぱ特徴だし、まあ、確かにね。だって見てよ、あのラクダのさ、毛色とさ、僕のこの髪の色がさ、もう一致してるわけですよ。大丈夫、そういうなんか、けんのか、その推理とかしてるところ結構危ういよ。ミスったら危ないぞ。完全にいいのか、ヒヤマルに助言もらわなくていいのか。ヒヤマルに聞くか、うん、あ、じゃあヒヤマルちゃんに聞いてみる。ヒヤマルにちょっと聞くわ。はい、キュッ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 、あのさ、ラクダの、ラクダって何ができるの。キュッ、ヒヤマルちゃん、キュッ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 、あ、キュッキュッキュッ、これは、あ、キュッキュッ、ありがとう。あ、もう勝ちました、勝ちました。僕最後にさせてください。本当ですか。最後に、僕最後にさせてください。いや、答え言っちゃうから、答え言っちゃうから。あ、なるほどね。じゃあどうする、みやび、わかる、なんか僕ね、うん、ラクダのコブの中って水が入ってた気がするんだよ。あ、そうだね、俺も聞いたことある。そこに水道の蛇口をくっつけられる。で、そっから水をキュルキュルキュルってやると水がうんって刺すってこと。刺すと蛇口をでラクダにちょっとダメージを与えるけど、刺すとキュルキュルキュルって水が出てくる。なるほどね、蛇口が使える。鼻先サイコス出たな。そんなん違う。鼻先サイコス出てしまったな。ここにやってることが。ラクダのお水が飲めるっていう。なるほどね。感じですかね。ちょっとこれボケなきゃいけない流れじゃないの。じゃあ大賀さん。はい。じゃあ俺は、どうしようかな。でもね、コブにね、特徴だ、コブが特徴だからといってコブ、ね、を使ってなんとか、じゃあちょっとね、あれだと思うんだよね。俺は逆に別の場所、うん、はいはい、コブ以外の場所、コブ以外の場所、まあ、ラクダ頭使って穴を掘れる。おお、ありそう、うん、ありそうだな。はい、ちょっと残念なお知らせがあって。何ですか。お知らせ、あの、みやびが回答したことあったじゃん、はいはい、まんま言おうと思ってた。あ、マジで。からちょっと待って、だからじゃあ僕行くわ。僕行くわ。ラクダのなんでボケ落としてんだよ、一緒に。蹄鉄部分、そう、ひづめ、はいはいはい、ひづめが
実はラクダは馬よりも速く走れる。おー、なるほどね。ラクダレースみたいなのももしかしたらあるかもしれない。ラクダ、馬並みの速さを持つ。時速80キロはいけると。もうすごい速い、うん、なるほどね。それ檜山ちゃんから出た答えじゃないんだよね。これは檜山、そう、これは檜山ちゃん、これはなんで檜山ちゃんボケたの今。檜山ちゃんが、ね、あの教えてくれたんだよね。蛇口あげよっか、僕が。蛇口の下りを。僕大気圏突入できるに変えようか今から。ボケるな、ボケるな。その3つでいきましょう。はい、オッケーです。じゃあちょっと答えを教えていただけますでしょうか、小沢さん、お願いします。はい、はい、正解はですね、はい、はい、鼻の穴を閉じることができる。鼻の穴を閉じることができることは どういう意味があるんですか。すごいことなんですか、これは。はい、やっぱりこう砂とかが入らないようですよね。その砂漠でね。なるほどね。スライムが入っちゃうとな。はい。確かに人間って鼻の穴閉じれないもんね。そうかもしれない。閉じようと思っても。花粉とかでも閉じれない。今それって見せられますか。今お見せしたいんですけども、うん、そもそもこっちを向いてません。あーっとダメだったか。今までずっとこっち向いてくれたのにな。見てくれることはできない。頑張って小沢さんがこうなんか砂とか砂煙とか起こせばもしかしたら。わざわざそれはしないですよ。あの、ね、周り回って動物に関してそういうあのいじめるようなことしてしまうと非常に世の中今ね大変なことになりやすいので代わりにやめておきましょう。僕たちが鼻の穴を閉じます。今日ですね、朝10時からこちら、はい、東武動物公園さんお邪魔してるんですけども。 ありがとうございます。一回も見れてません。マジで。結構遠いもんな。そりゃそうだよね。ちょっと人見知りなところがあるのかもね。砂嵐なんて見れない。そうですね、砂ぼこりが立たないような環境なのかもしれないですね。そうなるほどね。環境ですね。まあ、いい環境ってことですよ、うん、東武動物公園さんが。そう、あ、ね、快適に過ごせるってことですよ。動物たちもうまくまとめた動物たちが幸せに暮らしている場所ということで、俺たちもねいつか実際に行ってみたいですね。いや、めっちゃ行きたい、うん、はい。これで全部答え出揃いました。あの問題で揃いましたかね。はい、はい、どうですか。てなわけでですね、はい、まあ全部出揃いました。今ちょっとポイントをちょっと振り返ってみましょうか、はい、最初の問題はシマウマだった、はい、だからまあちょっとポイントだけ言うよ。あのね、俺とみやびが2ポイント、はい、うん、そして岸堂天馬が ゼロというゼロでしたね。ゼロポイント。散々探って俺は勝っていくよって言ってた。そうそう、天ちゃんがゼロということで、挙句の果てには最後ボケようとしたからな。ねえ、ひやまる連れてくるのやめます。ちょっと不甲斐なし、不甲斐なしだね。ひやまるのせいじゃないだろう。いや、じゃあひやまるが。ただね、まあちょっとこの答えの数が多いから、はいはい、どうこうってわけではないんですよ、実は。え、言いましたよね、センス診断なんです。そうです、もしかしたらセンスあるかもしれません。俺たちが動物の飼育員さんとしてのセンスがあるかどうかの診断なので、うん、はい、そう、まだ勝ち目あります。ちょっと小沢さんじゃあですね、俺たちのこの答えを全部、うん、聞いていただいて、はい、誰が一番飼育員さんに向いているかちょっと決めていただけますでしょうか。誰だろうな。はい、はい、私が思う、うん、飼育員さんに一番向いているメンバーは、うん、いや、これ僕でしょう。わかんないよ。天馬さんです。ちょっと待って、なんでなんでなんで。いや、やっぱそうだ、やっぱそうだね。そうな、そりゃそうだよ。だって僕動物連れてるんだから今。え、じゃあその辺のそうですね、知識はないですけれども。知識ないけどないですけれどもね。これからたくさん知っていこうと。あ、やっぱり伸びしろですね。伸びしろがあるっていう、そこの部分を買っていただきました。皆さん本当に見てる皆さん、これやらせじゃないですからね、僕。本当に、いや絶対本人もびっくりしてますから今横で。多分勝とうとしていろいろ質問してるところがプラスになったのじゃないですかね。動物について知りたいっていう、ね、欲があったんですね。貪欲だった、前のめりだったっていうことを交わせていただきました。ありがとうございます。でも小沢さん、天馬はね、はい、別に動物が好きだから聞いてたわけじゃないんですよ、はい、勝負に勝ちたいから聞いてたんですから。そうです。いやいやいや、でも勝負にちょっと勘違いされない方がいいと思います。違う違う、勝負のためには何でもしますからね。まあでももう一度はい、上げてしまったんで、はい、男ですからね、小沢さんも男ですから。そこはじゃあ濁さないと。じゃあね、てんちゃんは、東武動物公園で働くということで、一日動物園長卒業したら そこに、じゃあちょっとよろしくお願いします。ひやまるちゃんももしかしたらどこかで見えるかもしれない ね。ひやまるをひやまるコーナーがあるかもしれない。ひやまるコーナー設けさせていただきます、はい、というわけで、まあ、意外な結果でしたけれども、はい、今回、飼育員さんに一番向いているのは岸堂天馬でした。やったー。ということで、今日は本当に、小沢さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さん本日どうでした。いや、満足です。
まあね、でもねリモートで動物見れるのはそうだね。でもさちょっとテンション上がったよね。あのホワイトタイガーとかさ、めっちゃ動き回ってて、なんかやっぱ結構動物園って僕そんなにたくさん行ったことはないんだけど、まあほとんど動かないこととかってやっぱあるじゃん。あるあるある、ずっと寝てたりとかするから、ね、今日のそのロケは、うん、すごいこう稼働稼働稼働ったの動物をちゃんと動物見ろ、ね、タイガーとかちゃんとね動いてくれたからね。ミーアキャットも立ってるとこ見えたしね。なんかファンサがすごかったね。ファンサがねえ、うん、はい、 いいというわけで、まあでも行きたいね。こうなると実際に行ってみたくなるよな。今度行くか、行こう、みんなでね。はい、というわけで本日のわちゃわちゃホロスターズもそろそろ終わりのお時間です。てなわけで、また次回のわちゃスタもお楽しみにということで、最後の挨拶いくよ。はい、はい、せーの、オースターズ、バイバイ、バイバイ。はい、それでは告知していきましょう。ホロスターズ初の全体ライブ、ホロスターズファーストアクト、ジャーニートゥーファインドスターズ、サポーテッドバイブシローがついに今月末に迫ってきました。今月末ですよ。はい、日付は12月26日の日曜日、場所はジェイコムホール八王子にて開催予定です。現地チケットの一般販売の受付期間は2021年12月4日土曜日12時から、公演に、公演日開演時間までなのでお見逃しなく。はい、なんかある？盛り上げてもっと。あ、はい。いや、はい、タイミングを伺いすぎて、僕たちもね頑張ってるんでね今まで、ね、そうだよ、見てくださいよ、ライブまでめちゃくちゃ頑張ってるから、うん、で配信チケットの方なんですけど、はい、こちらも今月末の12月31日の金曜日23時59分まで販売中。これはライブ終了後から2022年1月26日の水曜日23時59分59秒までアーカイブが見れちゃうので、現地に足を運んでくれた人にもおすすめです。うん、ライブ見た人もまた、いやでも何回も見たいもんね、見れるってことだよね。何度もね、何回も見れちゃうんで、何回も見てほしいしね。マジで本当にね、あのコマ送りにしても見てほしい。本当に59分、23時59分から見始めても59分見れるから。そうだね、そうだね、これはだいぶ大事、諦めないでほしいここは。はい、というわけでね、こちらの方ぜひとも、うん、お買い求めください。はい、詳しくは特設サイトをチェック、よろしく、よろしく、よろしくお願いします。